携帯をいじりながら横たわっているのはキム・ヒョジュン、今作の主人公だ。今から彼は学校の都合で2週間ほどここ大阪を旅立ってしまいます。少しばかりのお別れに仲間たちは何やらサプライズを企てているようです。それは一体どんなものなのか。それでは始まり始まり。残すところあと1日、僕たちは君に最後に伝えたいことがあります。エアコンに当たる君ってとても寂しい。噛めば噛むほど味が出るハイレモンのようにある時はヨーグレットのように競合他社を配慮しない、その心意気は大人げなかったです。これは君が教えてくれたマイクラのモノマネです。来賓の方々のご入場です。どうぞ。結構遅かったですね、入場するの。キムへ。それは短歌ではないでしょうか。それがキムと出会った時の最初の言葉でした。君は最初から一番輝いていたね。それから気づけば座敷わらしのようにいつも俺たちの隣にいて、その存在が当たり前になっていきました。でも今は旅立ちの時です。正直とても不安で、君のいない生活がどれほど耐え難いことか想像に難くありません。でも離れていても僕たちの絆は一生もんだよ、花を。続きまして、来賓の方々および在校生による休憩。僕お風呂入りたいんですけど。一同集合。集合。なんて言いました先ほど。お風呂入りたい。一度水風呂。せーの。もうちょっとパンパンに詰めないと割れないですよ。痛いですよしかも。よく携帯を先に回収した。続きまして、来賓の方々によるクラッカー。在校生および来賓の方々の共同作業、水鉄砲入刀。オンファイヤー。ファイヤー。
続きまして、バズーカ。パイ投げ。清掃。続きまして、ウーン株式会社の社長、鎌田様より贈呈品の授与でございます。開封してください。そう、ちゃんと机で、はい、ちゃんともうやってください。して食べてね。チンしてください。あ、チンすいません。続きまして、愛を込めて。うんご。でかっ。見てください。見ましたか。はい、ありがとうございます。はい、というわけでキムくんね、これからね、長い2週間、はい、いなくなると思うんですけども、視聴者様に何かメッセージありますか？ I'll be back.